お疲れ様です。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんですけども、今日はね、こちらの、ミラーデッキを使っていきたいと思います。で、こちらなんですけど、いつもね、僕が考えてやってるんですけど、今回はね、こちらの、みかん坊屋敷でございます。はい。というわけで、みかんさんがね、こちらのデッキを作って、みかんさんがね、これで12勝してました、グラチャで。はい。まあ、単純にすごいなと。結構使ったんですけど、こちら。結構使ったんですけどね、12勝はまだ僕は1回まだできてないんですよね。10勝ぐらいまで行ったんですけど、なんかね、最後の最後にちょっと勝てなくなるっていうのがね、ありますけども、まあね、今日はこちらを使ってやっていきたいなと思います。まあ、マジアチャミラーデッキ、そして、高回転のディガーゴーストって言ったところで、まあ、もう、これでも美味しいですね。よいしょ。これね、枯渇にはね、価値格レベルで相性がいいです。5回転でね、ウッドが回るのと、枯渇はね、あとマジアチがきついです。で、そして、あとトルネードもあるので、まあね、バレル対策はしっかり、できてますし、相手もこのマジアチがきついと、言った感じで、まあ、相手のダメージは通らないんですけど、僕のダメージは通って、相手が勝手にね、このマジアチに苦しんでいくって言った感じですね。で、相手のデッキはこれはまたなんか、ちょっとわかんないですね。よいしょ。これがちょっとやばい。ちょっとやばいですけど、ここのスケが、いい働きをして、これマジアチいらなかったかもしんないですけど、よいしょ、ちょっといらなかったですね。まあ、キョスケバレルの、まあ、ミラーって感じかな。まあ、で、次ミラーバレル来たらウッド打ってばいいかな。で、もうキング起動してるんで、結構ね、ダメージ許容はできるかなと思いますが、ゴーストでもいいですね。次からは、はい。で、まあ、スパーキーが若干厄介になってきますね。で、相手は多分、ファルチが入ってるかなと思います。こちらのデッキ。で、攻め手なんですけど、どうやって攻めたらいいって多分思われる方がね、多いと思うんですけど、比較的に、基本的に、ケツコウモリセパしたら、こう、相手がね、どっちかのサイドにユニット出してくれるんですよね。そしたら、まあ、逆サイにディガー飛ばしてっていうのは、結構ね、基本的な動きとして覚えておいてもらえると、楽に動けるんじゃないかなと思います。で、相手がね、対応してきたカードを、しっかり処理していくよという感じですね。よいしょ。ちょっと厄介ですね。まあ、ウッド裂いて、まあ、マジアチャはさすがにね、処理されてしまいますけども。はい。で、コウモリも、ちょっとね、さっき裂いちゃったんで、ディガーを飛ばせないですけど、コウモリディガーをしたいですね。比較的、基本的に。はい。という感じで、ダメージが全然入っていないんですけど、こちらもダメージ受けていないので、まあなんとかなるかな。で、こうファルチがちょっと嫌ですね。これちょっとめっちゃファルチ延命します。やばい。けど、まあ。で、もしかしたらトルネでいろいろされるのがちょっと怖いので、裏にディガー投げとくと攻めトルネされても、まあ耐えれるよっていう感じで、なぜか知らないんですけど、右のタワーにダメージ入ってますね。全然覚えてないんですけど。で、ここはまあ、スケとか、キング起動してるから、多分無視でもいいレベルなんですけど、まあ一応ね、スケ出して、まあ逆サイ来るよね、で、この間にしっかり逆サイにプレッシャー与えて、よいしょ。あれ、ワンチャンマジアチャで居抜けますね。で、こっちを一回ウッド打って、居抜きつつ、スパーキーを処理しつつといった感じで、さあ、いい流れなんですけども、ちょっとね、怖い流れでもあります。よいしょ。で、これはスケで一回竹取るんですけど、もしかしたらザップ出れますね。これ、神ザップ打ってスパーキー残ると、ちょっと怖かったですけども、はい、これはもういけそうかな。スパーキーが事故んなければっていう感じなので、ケツゴーストしてもケツスパーキー合わせられるだけなので、これ逆サイしっかりプレッシャーかけます。マジアチャで今攻めるのもちょっと怖かったので、一回防衛しますね。で、ここウッドして、まあ、ミラーウッドがちょっと厄介なんですよね。これスケで竹取ってあげて、オッケー。しかもマジアチャ2体とも残るよ。いや、来た。これは、ま、コウモリにディガーを飛ばしつつ、ここはね、ちょっと、おしゃれに最後決めちゃおうかな。トルネで、居抜きつつ、ウッドで居抜きつつ、そっちかーい。っていう感じで、ちょっとね、マジアチャがね、いい味を出していたんじゃないでしょうか。まあ、相手がね、今、スペルが多分なかったんですよね、中型スペルが。まあ、ですので、やっぱマジアチャのね、処理が厳しいということで、
マジアチャをね、よりミラーして、攻めていけれたかなという感じでございます。ですので、まあ、相手が何を持っているかによってミラーするカードとかね、結構変わってくるんじゃないかなと思います。相手がコウモリとか、あ、じゃないわ。まあ、コウモリに対してのね、雪玉とかザップとかベビドラとかなくて、うわ、コウモリ無双できるなっていう時は、コウモリをよりミラーするとかでもいいですしね。まあ、使い方がめちゃくちゃありますね、使い道が。あ、リチャードってやつね、結構うまいやつ説がありますね。なんていうんですかね、クラロワリーグではないんですけど、クラッシュリーグみたいな、なんかね、そのなんか海外の多分、そういう系のトーナメントに出てる選手の気がしますね。いや、これめっちゃいい延命じゃない？ここディガーをつなげて、あー、当たればゴーレムですね、これは。で、このデッキはちょっとゴーレムが辛いですね。形を作られると、なかなか防衛が難しいですけど、マジアチャでしっかり射抜いていきたいですね。よいしょ。で、ワンチャンこれだけでマジアチャが処理できるならば、もうこっちを引っ張っちゃって、これ一発許容で、痛い、痛いっすね、マジで。この、だからね、やばい。オッケー。よし、まあ、一旦ね、ゴーレムでキング起動できたので、まあ、この後のダメージどう抑えれるかっていうところで、ここは多分ベビーで受けられるかな。ゴボリとベビーも何でもあると思うので、まあ、許容か。おー、まあ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 。ここから逃げ切りたいと言いますか、最後しっかり削りて勝ちたいですね。よいしょ、まあ、ゴーストで受けて、ケツマジアチャしたら、多分ライトニング打たれそうなので、一回逆サイドにして、そしたら相手も攻めにくいって感じですね。よいしょ、スケで受けます。いや、これむずいんすよね、マジ。で、まあ、マジアチャに竹取ってからコウモリ出して、多分延命、あ、でもディガーがないので、ここはね、このマジアチャを生かした攻めには繋げられないんですけど、よいしょ。ここちょっと行きたいですね。カード回して、リーガーでちょっと攻めていきたいけど、相手にはファルチが多分あるんですよね。ラスワン。ここの間に、溶かしたいですね。よいしょ。今相手はトルネード使ったよと。この間一回リーガーで攻める。多分攻めれますね、ここは。やばい。このあれが、ビードラがちょっと邪魔。やばい。ゴーレムが、やばい。やめて。いや、でも、まだいけますね。相手、ライトニングだと思いますけども、ここで、攻め取るのワンチャンきますね。あ、いや、でも、いいよ。え、めっちゃ頑張ってる。で、これ消えるけど、ゴボリがあるのと、まあ、なんでもあるか。おい、オッケーオッケー。いや、全然いけますよ、まだ。まだ全然可能性としてはね。ありますけども、丁寧に来られると、これはまたむずいかなといったところではありますね。これちょっと、最後の希望に。え、ワンチャンあるくね？待って。マジ。うまくねこれ。え、鬼うまくね？あ、やばい。ちょ、待って。あ、待って、やばい。え、これ待って、ウッドミラーで勝ち。やばい、俺が芝取れにしなければ、待って。鬼うまくなかった？たまたま？トルネミラーで、そしてウッドによって、うわー、待って、鬼悔しい、今のは。今のなんかゴーレムとか最後トルネ、ウッドとする前にトルネしたじゃないですか。あそこ、あんなに頑張ったのに、そこミスるみたいなトルネードをゴレ吸えなくて今負けちゃいましたね。惜しかったですね。というところで、まあ今みたいな感じでワンチャンもつかめますね。なのでちょっと最後まで諦めずにいきたいところではございます。よいしょ。誰なんすよね。そういえば今実家の方に帰ってきてるんですよね。よいしょ。まあ僕実家が、ね、岡山ですね。中国地方の方、まあ香川の上なんですけども、まあ、実家の方にね、とりあえずなんか帰りたいなと思って帰ってきてて、実家にまあなんか用があるわけじゃないんですけど、岡山皆さん分かりますかね。岡山有名といえばきびだんごとか、
他にはね、マスカットとかが有名かなと思う。なんか果物王国みたいに言われてた気がするんですけど、僕の記憶がおかしくなければ。まああときび団子とかですかね、が有名かなと思います。まあ岡山観光おすすめですよとかあんま言えないんで、そういうのはないんですけど。岡山ねって感じですね。まあ実家に犬飼ってるんで、まあ僕は犬に会えたのが一番岡山に帰ってきて嬉しいかなと思います。はい。ああ、でも、ね、一番って言ったら、一応ね、ちょっと彼女がね、てか彼女に、もうあったんでね、ちょっと、それはそれで、すごい、久しぶり、もう2ヶ月ぶりぐらいですよ、これ。わかります？彼女とか彼氏がいる方はすごいわかると思うんですけど、2ヶ月ぶりに会うって、これもうね、にやけが止まりませんからね。本当に、すごい久しぶりだなーって感じでしたね。よいしょ。というわけで、まあ、犬にも会えましたし、彼女にも会えましたし、まあ、家族にも会えましたよという感じで、ああ、今日はね、多分いつもより声はあんま張ってないっていうのはね、まあ、実家なので、実家なので、あまり大声を出せないよっていうわけで、なんかテンション低いじゃんとか思ってる方はね、別に決してそういうわけではないのでね、誤解はね、ちょっとしないでもらえるといいかなと思います。このデッキね、結構マジアチャでしか削ってないまでありますね。よいしょ。これでスケルトンラッシャーですね、多分。こうやってでき、この速さが大事。OK？ で、フリーズが来るので、フリーズが来ると思ったけど、うちの G アチャは優秀でしたよと。で、コウモリがね、ファルチェベビーとかだとあんま生きないんですよね。よいしょ。あ、うちの G アチャが。うちの G アチャが。よいしょ。これコウモリで、多分フリーズ来るんですよね。なんでウッド構えて。あ、でもコウモリが生きてるからちょっともったいなかったかもしれないんですけど、で、多分陸受けがそこまで相手が多いわけではない。バルキリー、あ、ゴブリン咲いた。右にバルキリーかな。あ、これ間違えちゃう。うん。あ、またミスった。なんで俺、そんな、しょぼいやつ出したの？うん。オッケー。で、右も左もどっこいっしょ。で、対応してると回転が速いのでね、相手は対応追いつかないよと。許容はしにくいな。あ、やばい。待って、やばい。ウッド咲いたら終わるか。あ、やばい、髪取れねえ。うん。やばい、ちょっと待って。危ない。あはー、待って、落ち着け。マジアチャで射抜けばいいんだ。皆さん、任せてください。マジアチャで射抜けば、一旦ここにディガー飛ばして、オッケー、相手は、まあ、オッケー。さあ。まあ、一旦マジアチャで射抜く。で、ここはダメージ多分許容できるので、守りすぎないように、ほどほどに守る。で、右側に多分スケラ来る。で、からのディガー飛ばす。で、マジアチャ出して、耐える。鬼の耐え、鬼の耐え。そして、相手は気づいたら、シュー！はい、来ました。完璧でしたね、今。ちょっと。左側は多分、残り物の防衛で余った、まあね、ゴーストは多分暴れてたのかなと。思います。2戦目ね、ちょっと負けたんですけど、いや、もったいなかったっすね。このまま勝ち試合かな、というところで、こちらね、みかん式、みかんさんがね、作ったデッキでございます。ぜひね、まあ、遊びデッキっちゃ遊びデッキだと思うんですけど、実際にグラチェル12勝も、みかんさんはやられてましたし、まあね、意外と勝てるっていうので、ぜひ、使ってみてもね、いいんじゃないでしょうか。というわけで、こちらね、お試しください。はい、というわけで、よければね、まあ、みかんさんさすがだわと思った方はね、チャンネル登録と高評価の方ね、よろしくお願いします。では、本日多分2本動画上がると思いますので、そちらの方ね、見てみてください。では、お疲れ様でした。